ルルイコールデザンジュはフランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ペリトワールド・ベルフォール圏のコミューン。この小さな村は、ボージュ山脈の南斜面を切断するように広がる、狭い谷の底、標高650メートルのところにある。面積は主に森林で占められている。ベランコフミネの麓の谷、標高800メートルの地点に源を発するラマドレーヌ川は、 さらに 25km 南のサンニコラにて、ブルビューズ川と合流する。キャピローネマリエ・マグドレーヌ・ニム・エンゲルチル、サント、マドリン、ラ・マグデレン、ラ・マグダラン、ラ・マドレーヌ・バルデ・アンジュとなる。地名は1350年に記録されている。そこにはよまたは召集動員、マグダラ・ノ・マリアに捧げられた、礼拝堂があった。17世紀初頭になっても、 礼拝堂は巡礼の地であった。村は1775年まで、エトエフォン教区の一部だった。その後新設された、アンジュテ教区の一部となっている。ソースイコール1999年まで、LDH、イヘス、カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。